ガルビネ・ムグルサ・ブランコは、スペイン系ベネズエラ人で、スペイン居住の女子プロテニス選手。ベネズエラ・カラカス出身。2016年全仏オープンと2017年ウィンブルドン選手権の女子シングルス優勝者。これまでに WTA ツアーで、シングルス5勝、ダブルス5勝を挙げている。身長182センチメートル、体重73キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス1位、ダブルス10位。父親はスペインギプスコア県、エーバル出身のバスク人。母親はベネズエラカラカス出身のベネズエラ人である。5歳からテニスを始める。2011年にプロに転校。2012年3月のマイアミ大会では主催者推薦の出場から1回戦で、 森田歩美、み、二回戦で、当時9位のベラズボナレはを6から4、6から3、三回戦ではフラビア・ペンレッタを6から2、1から6、7から6で破りベスト16に進出した。四回戦では、アグニエシュからドアンスカに3から6、2から6で破れた。全米オープンで四大,大大会に初出場し、一回戦で、サラエラニに3から6、7から6、1から6で破れた。 2013年1月のホバート国際でマリア・テレサ・トル・フロルと組んだダブルスで優勝し初のツアータイトルを獲得した。4大大会では前後オープン、前仏オープンウィンブルドンともに初戦を突破したが、右足首の故障によりウィンブルドン後の大会をすべて欠場した。2014年1月のホバート国際の決勝でクララ・ザコッパロはー64。 6例で破り初のシングルスタイトルを獲得した。全豪オープンでは1回戦で、第24シードのカヤ・カネピ、3回戦で、第10シードのキャロライン・ウォズニアッキを破り4、大大会で初めてベスト16に進出した。4回戦では、アグニエシュからドアンスカに1から6、3から6で破れた。ダブルスでは、カルラ・スワレス・ナバロと組んで、マドリードオープンで決勝に進出。 サラエラーに、ロベルタ・ヴィンチ組に敗れて、準優勝。全仏オープンでは2回戦で前回優勝者で、世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズを6から2、6から2のストレートで破る主君を挙げた。ベスト8まで進出し、準々決勝で、マリア・シャラポワに6から1、5から7、1から6で敗れた。カルラ・スワレス・ナバロと組んだダブルスでもノーシードからベスト4に進出した。 準決勝で優勝した、シャッシュクゼンマイ&、高卒組に2から6、7から5、2から6で敗れた。8月のバンクオブウエストクラシックで決勝で、パウラカーニャ、カテリナシニアコバ組に勝利しダブルスの WTA、プレミアトーナメントで初優勝。チームランキング年間最終7位で、WTA ファイナルに出場。2015年のドバイテニス選手権で決勝に進出し、 ティメアバ・ボッシュ、クリスティナ・ムラデノビッチ組に敗れるも、準優勝。翌週のダブルスの世界ランキングで10位になった。マドリード・オープンでは2年連続の準優勝。ウィンブルドンでは、快進撃を見せ4回戦で、第5シードのキャロライン・ウォーズニアッキを、準決勝で2012年にこの大会で決勝へ、進出した第13シードのアグニエシカ・からアドアンスカを、 フルセットで倒して、自身初めてとなる4大大会決勝へ進んだ。決勝では、第1シードのセリーナ・ウィリアムズに4から6、4から6のストレートで敗れたものの準優勝に、輝いた。10月の武漢オープンでは、WTA プレミアトーナメントでは、自身初めて決勝に進出。決勝のビーナス・ウィリアムズ戦では36、03の時点で途中棄権した。 翌週のチャイナオープンでも決勝進出し決勝でティメアがシンスキーを7-5、6-4で破りプレミア初優勝。さらに10月26日付の世界ランキングでは自己最高の3位になった。WTA ファイナルには第2シードで出場。ダブルスでも2年連続出場。WTA ファイナルシングルスではラウンドロビンで三勝し1位通過するも準決勝で。 アグニエシュからドアンスカーに7から6、3から6、5から7で敗れた。ダブルスでは、ラウンドロビンで、セムエイゼン、センコーセー組とキャロリン・ガルシア、カタリナ・スレボトニック組に勝利し1位通過。準決勝で、アンドレア・フラバー・チコバ、ルーシー・ハラデツカ組に勝利し決勝進出。決勝では、マルチナ・ヒンギス、サニア・ミルザ組に敗れ準優勝。シングルス年間最終3位。 ダブルス年間最終14位。2016年全仏オープンでは、第4シードで出場。アンナ・カロリナ・シュミエ・ドローバ、ミルティ・ユジョルジュ、ヤニーナ・ウィック・マイヤー、スベトラーナ・クズネツは、シェルビー・ロジャーズ、サマンサ・ストーサーを破り決勝進出。決勝では、前年のウィンブルドン決勝で破れたセリーナ・ウィリアムズに、7から5、6から4で勝利し、グランドスラム初優勝を果たした。 大会後の世界ランキングで自己最高の2位に浮上。また、スペイン人女子の大会優勝は1998年のアランチャ・サンチェス・ビカリオ以来の快挙であり、2015年のウィンブルドンでの決勝での敗北を接続する形となった。リオデジャネイロオリンピックにも出場した。ウエスタンサザンをオープンでベスト4入り。WTA ファイナルは1勝2敗の。 ラウンドロビン敗退に終わった。2017年は全豪オープンでベスト8入り。ウィンブルドンは第1シードのアンゲリク・ケルバーラを下して2年ぶりの決勝進出。決勝でビーナス・ウィリアムズに7から5、6から0で勝利し、ウィンブルドン初優勝を果たす。ウエスタンサザンオープンではカロリナ・プリスコバを下して決勝に進出すると、決勝でシモナ・ハレプを6から1。 6から0で圧倒してプレミアマンダトリーで初優勝を飾った。全米オープンは4回戦で敗退するも、ランキング1位のカロリナ・プリスコバが準々決勝で敗退し、前回の準優勝からポイントを落としたため、9月11日付の世界ランキングで初の1位となった。スペイン選手の女子シングルス世界ランキング1位は95年のアランチャ・サンチェス・ビカリオ以来で、 史上二人目である。しかしチャイナオープンで一回戦で途中棄権し在位4周で世界ランキング1位の座を下名ハレプに明け渡す。WTA ファイナルは1勝2敗のラウンドロビン敗退に終わった。シングルス年間最終2位。2018年はモンテレーオープンで優勝、カタールトータルオープンで準優勝、全仏オープンではベスト4に入りした。 しかし前年優勝のウィンブルドン選手権は初戦敗退に終わるなど早期敗退の大会も多く年間最終ランキングは18位に落ちた2019年はモンテレーオープンで連覇しかし全体としては振るわず年間最終ランキングは36位だった2020年全豪オープンはノーシードで出場したが3回戦で 第3シードのエリナスビトリナを破るように勢いを見せ、準決勝では、第4シードのシモナ・ハレプをストレートで下す。決勝では、ソフィア・ケニン2・6から4、2から6、2から6で破れ準優勝だった。3月より、新型コロナウイルス感染症の流行で、ツアーが一時中断。復帰戦となった全米オープンは2回戦敗退。BNL イタリア国際でベスト4。 全仏オープンは3回戦敗退。年末順位は15位。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。